はい。みなさん、こんにちは。ちでございます。えー、88のですね、えー、何でしたっけ、これ。<laughs> あの、プロンティス、えー、やっていきたいと思います。えー、サウンドカードっていう言葉が出てきましたね。えっ、ー、と、わしの頭の話はタブーだぞ。調べれなかったんですよね。今ここではそれには及ばんという。聞きましょう。えー、行くのは僕一人ですか違う。 おお、ちょうどやってきたとえ。対ニコライ・ルイノフ。何かご用ですか軍維持。ラジール・ミシロあちょ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 、えー。彼らが僕の仲間になるのかさて、どうすると。ああ、だからこれ、ロイ君は、無双早尾の役なんだね。うーん。ちょっとあのー、カーソルが。ははははは。キー待ってくんないわお。バン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 飛んでいくようになりましたね。はい、ルイノフ。 えー、気のせいか僕を睨んでいると。ミシュラン。この前怪我をしたとき、この人に見てもらったっけと。おお。話してみましょうか。要件はさっき話した通りだと。あいや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 メンバー。全部で何人ですかと。5人ぐらいがいいだろうと。あ、そんなに行くのね。おお。行き先は地球のどこへと。ロスだ。あそこには地球防衛軍の基地もある。えー、もう君のことを伝えてあると。 おーじゃあもういいんでしょうね。えー、叩きましょうか。まあまあ落ち着いてと。えー、<laughs> これは、あの司令官が言ってくれですね <laughs>。その他、紹介してもらう、挨拶する。あ、どっちを選ぶかですか。あ、紹介してもらいましょう。え、ロイの二人と医師の三代先生だ。ロイと、えー、ロイと彼らで調査団を組むと。で、挨拶しましょうか。え、ロイ・フロストです。よろしくお願いしますと。 えー、こちらこそよろしく。これ、勝手に進みますね。ロイフロスです。よろしくお願いします。あーと。あー。はい。あ、これ変わってないね。ということは、もういけるのかなえー、叩けんのまあまあ、落ち着いてと。あ、いいですね。このハロッドさんね。えー、まだわしの話が終わったのえー、<laughs> 終わってないのはい。さっき話した通りだなんでしょう。<laughs> メンバーは ロイ、あとの二人は君が選んで、ああ、こういうことか。君が、あとの二人は君が選んでいいと。ほ行き先ロスでしょあとの二人は君が選んでいい。おう。ほう。呼ぶ。ここに人を呼ぶのはわしだと。<laughs> はあ。使うロイ、君が他のメンバーを使う立場だ。 つまり調査団のロイがリーダーだ。何ですって、こんなほやほやの大意がリーダー。あ一応この,このコマンドやらないといけないんだ。使うコマンドね。総司令官、俺みたいな古田抜き大意が下にいっちゃロイも帰ってやりにくいんじゃないですか。俺なんかいない方がと。ともかく、この作戦では君がロイをサポートしてくれ。これは命令だと。 分かりましたよ。えー、それでフロイト、フロスト対三。あとの二人には誰を選ぶつもりなんだああ、かなりそれとサルエサル連れて行くつもりです。あの美人で頭も、あびっくりした。またカーソル止まんないと思っちゃった。あの美人で頭もいいだけど、ああ、これがあれか。ててててなんとかさんだね。あの、後半のヒロインですね。GDAX2 の。評判の女かと。あ、まあ、あんたの好きにしてくれ。俺はとりあえず出発の字もいる。<laughs> このカーソルが光らなかったら危険ですね、えー。エルサとカナルは初対面かな。紹介しよう。彼女はコンピューター部門のエルサ・ロセリーニ。この男は輸送部門のカナルだ。メンバーに彼らを選んだものの、とりあえずどうするかなと。うん、見ましょうか。カナル。いつ見てもでかいな。身長は2メートルぐらいか。あ、変わっちゃったんだね。あの。エルサは綺麗だけど、ちょっと冷たい感じがすると。 ああまさしくその通りだね。あの自殺するまんまですね。最初ね。それより出発を急がせようと。うん。出発しましょうね。僕とルイルのふミシュラ君たち2人、えー。この5人で3時間後に出発すると。うん。それより出発を急がせよう。あ、じゃあ移動しましょう。ひとまずエアロックに集まってと。<laughs> どうしたいんだろう、このシステムは。一体。もう移動していいんじゃないの それより出発を急がせよそれより出発を急がせよそれより出発を急がせよああ。かなり船の準備は間に合うかと。あもちろん、えー、輸送船、カブラヤ号がいつでも発進できます。あこれだったのか。あこのセリフが必要だったのか。はい、えー、じゃあ移動しましょう、えー。目指すは地球、ロサンゼルスだ。と おおいいですねアニメーションは本当によくできてますねうんえー、ニュースをお伝えしますハリケーンのためエンジンの半分が壊れた核融合客船ガリレオ丸がまもなくロサンゼルス港に入りますなおガリレオ丸では変死者が続出している模様ですが詳しいことはまだ分かっておりませんと ままもなく船を降ります。全員揃いましたか周さん親子がまだだわと。またまたしてるやつは置いていこうぜと。こんな気味の悪い船と早くおさらばしたいぜと。あなた乗員でしょえ子供やお年寄りも、お年寄りもっと親切にしたらと。ここまで来れば乗員も客も区別ないさと。 まあまあ僕が二人を探してくるよと。まあこの二人はもうね、あの政治的にダメなんで。<laughs> 政治というか歴史的にダメなのか。えー、じゃあ探していきますので、えー、何度見てもシュウさんたちはここにはいない。聞きましょうか。誰かあの人たちを見かけましたかと。えー、コラリーさんね。荷物を取るのはそこよと。お荷物はあるんだね。えー、誰かあの人たちを見かけましたかこれはセリフ変わんない。あ、考えるが出てきた。シュウさんたちどこかで船内見物でもしてるんだろうか。 操作なんかできんの操作するほどの機会ないよね。叫ぶ。大声出せなくても見つかるだろうと。8、その他はそろそろバイクのトレーニングもしたいけど、それどころじゃないなと。じゃあ移動しましょうか。えー、じゃあまず、ああ、この場合は、まあ、5号室に行くのが、えー、筋だね。ここは柊さん親子が使った部屋だと。あ、開いてるね。見る。何度見ても柊さんたちはここにはいないと。 うん。話すったって相手がいないんだね。考えましょう。シューさんたち、どこかで船,、えー船あ、船内見物もしてるんだろうかと。その他、そろそろバイクのトレーニングもしたいけどと。あ、ここまで来るとね、うん。あの、だいぶ選択するのがいけますね。操作するほどの機会はないやと。叫ぶ。大声出さなくても見つかるだろうにと。うん。ではもう扉は閉めれないんだね、これねで。1号室行ってみましょうか。 私んとこだねここは僕が使ってた部屋だと。見る。何度見てもシューさんたちはここにいないと。取れないでしょ。ドア絨毯、じゅう取り外すのが大変だと。取り外すのが大変だと。うん、じゃあなんでこんなコマンドを置くんだろうね。<laughs> 容量の無駄のような気もするんだけど <laughs>。いやいや、えー、ぼやくねみましょうか。 聞く話す。あ、そうそう。今回、フォジーがいないんですよね。今回というか、フォジー、まあ、当たり前かいるわけないわね。考えましょうか。シュウさんたち、どこかで、うん。こうなりゃですね、もう、甲板かなこの、あの、客室内いない気がしました、今。ここは甲板。ああ、ちゃんとわざわざ、あの、ビジュアルがあるんですね、これ用のね。見ましょう。船の周り。 さすがにロサンゼルスの港は賑やかだと。確かにその、確かにとか、このアンテナね。アンテナ、ジース2ではかなりアンテナにこだわったんですけど、この作品ではアンテナはなんもなく曲がってるっていうだけで終わりましたね。ラサームは結局直さなかったんだなと。ね、うん、クレーン。クレーンは壊れて、クレーンが壊れていればカクチルを回収することもなく、事件も起こらなかったのかなと。なるほど。 うん、聞く話はいないね。うん、考えましょう。ああ、船内見物ね。うん、操作できんの防衛官要請庫でこれの操作をほんのちょっと習ったけど、じゃあ操作できんのかいああ、できないんだね。うん、撮るいい景色だ。こんな事件さえなきゃ、えー、記念写真を撮りたいなと叫んでみましょうか。大声出さなくても見つかるだろう。 うーんこの辺変わんないね。じゃあ移動しましょうか。他の階は多分行けないんですよね。あ、行けるか。コックピット、貨物室めちゃくちゃ怪しいけどね。貨物室行ってしまいましょう、えー。貨物室は、貨物室は例のカプセルも部屋全体も密封したんだったと。あ、行けないんですね。うーん、他の客室は行けないでしょう。 客が止まらなかった部屋は高校中央も今も会話がかけっぱなしだから柊さんたちはいないだろうと、うん、はいじゃあコックピット行きましょうか、えー、ここはコックピットだと、えー、何度見ても柊さんたちここにはいないとウって名前だからあれかなえー キッチンななのかなそういえばミ富徳さんって全然見ませんよねまだご存命なのかもわかんないねはいじゃあレストラン行ってみましょうあここかレストランはあれ誰か一人あいやみんないるのかああ え誰かあの人たたちを見かかけましたかとあーそうかそうかここは変わんないのかここがレストランかじゃあコックピットを引き続きやりましょうか今のコンコンっていうのは歩いていってる音なのかなそういう演出なのかもしれないね一瞬何か起こるのかなと思っちゃった取れますか装置は全部固定されていて取れない考えましょうかうん、船内見物ねー 操作したら怒られるよねなんだ港についてから昨日はみんな止まっているとあそうかもう港ついてんなか電子会社もそうだねディスプレイはあーこれも全部変わないか叫ぶその他ということは部屋か2号室それ2号室は全く入ってないんだよね ここはコラリーが使っていた部屋だ。最もほとんどエスの部屋にいたけどとそういうことでね。わざわざそんなセリフ出るっていうことは何かあるのかもわかんないね。何度見てもドア取り外すのが大変だか。うーん考える。で叫ぶ操作しても仕方がない気がするんですけど。 あ,あの、ジャーナリストの人のところでなんか操作できるのかないや、んなことないね。もう持ってきてるだろうから。うん。移動しましょう。産後室。で、ここでも開いて、何度見てもいないでしょ。話すったって相手が、うん。叫ぶ移動うん。 そうさ、うん、ちょっと待ってね。やっぱり、あの、セリフ早送りしちゃおう。えー、っと、でもこれ早送りしてるとやっぱり、あの、待ち受けしないときにも、だからエンディングとかもし行ったときに、えらいことないですな気がするね。うーん。えー、っと、じゃあ、移動だね。ここ、次4号室だね。うん、オーロワさんが使っていた部屋。 何度見てもと。うん、この無駄なコマンドもやっとったほうがいいのかなでも、ここはあのー、ねあの、鳥の鳥イベントでも十分あったから、うん、うん、うん、変わんないね。となると、ああ、もう5号室しかないね。 えー、またここでうろちょろすんのもう。<laughs> トラウマなんだけど。ああれで誰かが前に撮ろうとしたのかな隅っこがめくれ上がっていると。本ンたューの下。こんなところに写真があるぞ。シュうさんだ。でもピンボケだと。なんか話が。あ、これ変わんないか。他には何もないや。じゃあ撮れるかあ。あ、撮れないの写真撮れないの ええ、撮れないのか考える母んこの写真は玉蘭がパパを撮ったけど失敗して隠したんだとほう撮れないの写真をうん写真撮れないんだね見ることもできないあ見る絨毯の橋他には何もないやかほうあ絨毯は一応あったんだね うん、操作なんかできないでしょうからこれを見つけたことで何かあるんだろうね、うん、これを見つけたことで話が多分進むだろうんでえっ、ー、と甲板とかに行っ,ても行ったらいいんじゃないのかなとうん船の周りこれほんとう当たりしないといけないのかえー捜室はどうそういえばクレーンの操作室はどこかなとクレーンの操作室 クレーンを操作しなないいないいいとけのかな、うん、操作室はどこかなっていうところを見ると、うん、これでクレーンの操作気のせいかクレーンの位置が変わったような気がするいやいや操作室からおお <laughs> ちょっと待ってね <laughs> ちょっと待ってね <laughs> ちょっと待ってね <laughs> <laughs> いや普通普通か <laughs> 読めなかったもうあっても飛ばされちゃったんで音止まっちゃうんだねこれねうん人が落ちてきましたね海ついてる柊さんのすぐそばにボートが来たとああ今落ちたのは柊さんで間違いないんだねはいそれより柊さんは大丈夫かなと海ねああでえっ、ー、と あごめんなさい。じゃあね、ちょっとお時間の良くなりましたね。この辺で終わっておきましょうか。えー、どうもありがとうございました。